まあ、まあ、最強の晩ご飯です。今日は焼肉丼食べます。あとまあ味噌汁とか玉ねぎとかあるんですけども、食べていきたいと思います。で、懐かしい濃い味、これね、アルコール度数は低いんですけどもうまいです。乾杯。わあ、いただきます。焼肉丼、うん、うまっ、うん、いや、もう口になりますね、マイト。うまい、キュウリもうまい。これでね、ペットショップ見に行ったんですよ。かわいい犬いるかなと思って行ったんですけどね。トイプードルのまだ小さいやつがいまして、あ、トイプードルだって言ってね、顔向こう背けて寝てるんですけども、そのうちパッと起きて、こっち見たんですよ。そしたらね、吉本の寛平さんみたいな顔してまして、そっくりだったんですよね。寛平にめっちゃ似てるなぁ、とか。言ってたんですけど、今日行ったらね、もう戻ってしまっていなかったです。トイプードルとはかけ離れた顔してましたね。ほんと寛平ちゃんみたいな顔してた。したやつとかすぎて食べたんですよ。生パイナップルっていうんですか、美味しいんですけど、そのうちね、舌からベルから血がいっぱい出てきて真っ赤っかになりましたね。これはやばいぞと思ったんですけど、あれは何だったんだろうね。もう怖くて生パイナップルは食べれませんね。あ、そうだ、これね、詩人の普段の免許を持ってるんですよ、詩人。そうね、おいしそう。人がいるのはね、県民大ホールで一人立ってやったことあるんですけどね、まああまり役に立たない特技ですけども。
まあ、最近ムシムシしますね。本当にムシムシ。シャワーを浴びてる時が一番失敗しますね。次はこれでいいかな。玉ねぎに焼肉を巻いて食べます。これはね、某国の人がやってるのを自慢してるんですけどね、うまいです。昔ね、子供の頃にファミレスとかなんかまだまだない時代で、たまに食べに行くかっていう時に、近くのドライブインにね、食べに行ってたんですよ。そこは中華料理の店だったのかな。で、その時はね、ラーメンを頼んだんですよ。うまいな、うまいなと思って食べて、麺全部食べちゃって、汁飲もうと思って箸でこう、回したんです。そしたらね、下からゴキブリのこんなやつがね、ぷっかーっと浮いてきてるんですよ。うわー、なんだこりゃーと思ってね、早速これ、こんなん入ってるんですよ。親父に言ったら、親父が店長呼んで、こんなん入っとるでって言ったら、その店長はね、あんまりピンと来てないんですよ。まさか食べた後にね、ゴキブリ仕込んだんじゃないかなって、そういう顔してましたけどね。ほんで、わかりました。じゃあ、ラーメンのお代は結構ですから。なんて言うんですよね。ラーメンだけの問題じゃないだろうよ。せっかく食べに来てるのに。台無しじゃん、これじゃ。どうせ、そんな全部タダにしたらいいのにね。ラーメンだけ、ゴキブリに入ってた。それはタダにします。あんまりでしょ。本当にな、飲食店っていうのは絶対ゴキブリが出ないっていうわけにいかないと思うんですけど、極力それを出ないようにね、しなきゃダメだと思うんですけども、案の定その店はね、潰れました。やっぱりそういうことは何回もあったんでしょうね。客も激減していて、今では廃墟になってますけどね。しかし、漫画みたいな感じでしょ。ラーメンにジーが入ってるんですね。よくある、サイトの方、食べ物に髪の毛が入ってるとかね、それでどうしてくれんだとか言って、この代金を元に戻して、同じようなものを代わりのものを出せとかいうのね。それが、まあよくあるパターンなんですけどね。今回はマジモンですからね、今でももうトラウマになって思ってますね。
もあの時の選挙のサイズはちょっとひどかったですよ。子供心ながらにもムカつきましたからね。なんだこいつとか思って。玉ねぎが辛くてうまい。次は大葉に巻いて食べてみよう。トイプードルの寛平ちゃん、あれはインパクト強かったな。最初はね、おーかわいいとか見せないけど、ほんと寛平ちゃんそっくりなんですよ。こんな不細工なトイプードル見たことないわって思ったんですけどね。13万か19万で売ってましたね。買った人いるんだな。まあ、愛想が良ければね、見た目なんて気にしないんですけども、まあ、大事にしてくれる飼い主さんのとこに行って、幸せにね、生きてほしいですね。大葉巻き。何のことしたんだろう。忘れた。コロナウイルスの抗体接種、情報接種ですね。そろそろ始まりますね。うちの住んでる地域では、再来週からか受け付けが始まるんですよ。確かモデルナの方だと思うんですけどね。もう早速予約して受け取ってほしいんですけどね。本当もう、ビクビクしますもん。さあ、ラスト、キュウリの後付け、いきます。腹いっぱい。うまかった。最近食べたらですね、たまにはいいでしょう。こういうのもね、腹いっぱいです。それでは皆さん、コロナウイルス蔓延してますが、どうぞ気をつけてくださいね。それでは、ごちそうさまでした。